じゃあゲストは誰でしょうか。そうです、一人目は山本さん、二人目がスペシャルゲスト。お届けしました鬼塚千尋いい日旅立ち西に続いてはゲストの方に登場いただきます。まずは有限会社スリーホープ山本勝司さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方ご紹介します。YouTube ニゼック路線図アニメの森ね、ということで今ラジの方にもメッセージをたまにね、いただいておりますけれども、ご紹介しましょう。 YouTube 制作イラストレーターをされていらっしゃいます、西関千一郎さんです。こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。はい、どうも初めまして。初めまして、皆様本当にこの機会をいただきましてありがとうございます。はい、今ラジの方にもですね時々メッセージを寄せていただいておりまして、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。どうですか、こうね、いつもはこうラジオ等々でね、僕らの声聞いていただいてると思うんですけども、こういった形でスタジオに実際座って、このラジオの中にいる状態って今どんな気分ですか。いやー、こんな日が来ると思わなかったですね全然考えてなかったので本当にね、呼んでいただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。これ実現したきっかけが、まあ、加藤さんということになりますけども、今回どういういきさつで。ニジックさんが福岡、熊本に行って福岡に行くっていうから、だったら帰りに福山寄りませんかって、それでついでにラジオ出てみませんみたいな感じで、来たらいいんですかっていう話、じゃあ出てくださいみたいな。いやでもね、なかなかそのノリとはいえ出れないですよ。まあ確かにそうですよねだからやっぱりどうです、ニジックさんはやっぱり関心があったっていう感じですか。いや、ありましたよ。で、YouTube でもね、ライブやってるので、ラジオっていうのはやっぱりまた違った緊張感があるのかなっていうのも興味がありましたんで、それを味わいに、もう、まあ、ついでにというのもあれですけど、こう気持ちになれる、どんな気持ちになれるかっていうのはすごく関心がありました。実際どうですか、まあ、まだ始まって、まあ、10分少々ですけれども。いや、ちょっと本当に緊張しますよ、まだまだ。あ、今緊張されてらっしゃるすいません、まあ、やっぱりライブとは違う、 YouTube ライブとは違うものがありますね。なるほどね、はい、まあ、ちょっとスタジオっていう、まあ、独特の空間もありますからね、で、まあ、今回福山に来られて、はい、で昨日山本さんの門戸さんの方に移動職されたということで、はい、ありがとうございます。どうでした。いや、美味しかったですね。しかもね、ボリュームがね、結構ね、一品一品厚みがあるっていうかね、それで味もしっかりついてて、なかなかこれは私普段東京にいるんですけど、東京でなかなか味わえない味ですよ。本当ですか。はい、ですって山本さん、東京出しますかねで、今日のお昼はカツ炊き。あ、お昼もキネ屋さんで召し上がられた。はい、どうですか、名物のカツ炊きは。いや、これももう本当味がね、私もともと味濃いのが結構好きなので、この味付けもすごく良かったですよ。はい、まあ、今ラジオの中ではね、まあ、山本さんご出演されて、はい、まあ、モンドさんのね、おすすめのメニューだとか、うん、まあ、ケニアさんの新メニューとかね、いろいろ紹介いただいてますけども、まあ、こうどうですか、こうイメージと、まあ、実際お店に行かれてだとか、お食事されてのこうギャップとか何がありましたか。ああ、そういうギャップとかなかったですね。まあ、キネアン自身が大阪にも店出してて、うちの実家の近くではありましたんで、どちらかというと親しみがあるイメージはありますので、ですその辺はもう全然なかったですね。はい、で、二崎さん、まあ、福山来られて、はい、以前中学生の時にも福山に来たことがあるっていうふうにね、お伺いしましたけれども。友達がね、お父さんの転勤でね、福山に引っ越しすることになって、でそれから連絡を取り合ってたんです。そしたらちょっと一度遊びに来るみたいな話で、で今で在来線で34本線の電車で
とこ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 、あの友達の来たことあります。はい。それが何年前でしたっけ？それはもう中学3年ですから、40何年前、43年前でかな、そんなになりますね。43年前で僕生まれてないですからね。6歳かな。だからまあ本当に福山駅のまあ南口も、もう全盛期と言っていいぐらいのね、うん、もう商業施設が立ち並んで、もう繊維ビルがもう活発の時だよね。ああそんな時期ですか。そうもう僕が物心ついた時からね、だいぶシャッター街になってましたけども、全盛期だったんですね。繊維ビル全盛期。どうですこう、だから43年ぶりぐらいに福山駅、今降り立って風景だいぶ変わったなと思いませんでした？いやー、記憶がどっか飛んでったっていう部分もあるんであれなんですけど、そういえばここにもう一軒スーパーがあったかなとか思ったりとか。スーパー、スーパーかな。ああ、キャスパの前。そうキャスパの前。あ、それがなくなってて、まず別のものになってるもんかなっていう気はしましたけどね。だから本当にね、まあ、福山駅の南口、まあ、北口もそうかもしれないんですけど、ね、もう買い物とか遊びに行くというところよりはもう、ね、便利に住むっていう ね、 そうね、駅近に住むみたいな、うん、駅近に住むって今の流行りの ね、 ね、もうそういうちょっとね、街の雰囲気が変わってしまったっていうところはあるんですけども、実際あのニゼクさんと紹介いただきたいなと思うんですけども、あの、まあ、YouTube のね、チャンネルのニゼック路線図アニメの森っていうのはどういったチャンネルなんですか？昔から今至るまでのね、あの路線図がどのようにあの変わっていったかっていうアニメを作ってるんですけども、あの例えば明治初期の頃はこんだけしか線路がなかったのが、年代が進むにつれて路線がどんどん増えていき、で今こうなりましたっていうストーリーをね、あの作ったアニメーションをあのこの場でいろんな路線でやってます。で例えば福山でしたら、あのこの岡山倉敷の、 あのラインのね、あの山陽本線の発展のアニメとか、あと茨鉄道も加えていたりします。ちょっとスペースの関係で福沿線が途中までしか載せられなかったのがもう申し訳ないなと思ってるんですけど、古くは友鉄道、友の浦行く鉄道、それもかつては走っていたのがどういう歴史を踏んで、それで最後は、まあ、廃止になるんですけど、その辺も追っかけてあります。もう僕ら世代になるとね、本当に友まで鉄道が走ってたんだ本当っていう、うん、時代ですからね。だからそういったのがあったんだよっていうね、まあ、現代になって見ることができるというのは非常に貴重なチャンネルなんじゃないかなと思うんですけど。ありがとうございます。はい。で、どういったいきさつでその、まあ、加藤さんも YouTube されてますけども、YouTube っていう感じでお知り合いになられたんですか？最初 YouTube 自体はね、冗談でような感じで始めたんです。その頃はまだ今体がね、脳出血を起こしまして、で不自由になってるんですけども、不自由になる前にちょっと冗談で始めたのがきっかけなんですけど、その頃は模型とか好きでずっとやってたのが、この病気のためにね、右手が動かなくなったんですよ。それで左手だけで何かやれる趣味を見つけないかなって思って、見つけたのが、あ、 YouTube だ、 YouTube だったら左手一本でできるって思って、うん、でこのアニメを本格的に作り出したんです。そしたらありがたいことにですね、今7000人の方が登録していただきまして、うん、はい、本当に感謝するしかないんですけど、もうこれからもちょっともうさらにね、見て面白い、鉄道のね、歴史のアニメーションを作っていきたいですね。で、まあ、私としては、こう、キャラクターもね、デザインするのが好きなので、その中に出てくるキャラクターのね、ニゼックモバイルの携帯電話のキャラクターと、あと女の子で、西関舞香っていう、女の子がいるんで、それを合わせて、かわいがっていただければなと思ってます。やっぱり視聴者さんも、まあ、鉄道が好きだったり、はい、鉄道のアニメが好きだったりっていう方が多いんですか、ね、多いですね、はい。
まあ、そういった方が今7000人ぐらい登録していただいて、はい、になっているということなんですけど、はい、大体どれぐらいのペースで、動画をアップされてるんですか？これ時間かかりますのでね、どうしても1ヶ月に2本上げられたら非常にピーペースが早い方になりますね。月2本。はい。加藤さん。はい。やっぱり動画にね、こだわってる方っていうのはもう月2本なんですよ。全然僕こだわってないから。平気で3日連続とか上げるよ、僕。車のダッシュボードを置いてね、喋って、オンって上げるの人だったら早いですけども。うん、編集ないもん、僕。やっぱり今週のね、やっぱり動画をニゼクさん上げてらっしゃる。そうですね。普段はお二人はお付き合いとか関わり合いでどういったところで接点があるんですか？ね、片巻き YouTuber の会っていうのがあって、そこのグループ LINE とかでのまあやり取りがメインになっちゃうんですけど、そんぐらいですかね。でも実際は、まあ、でもね、こういったつながりで加藤さんも多くの、ね、YouTuber さんを福山に、そうですね、お招きされて、はい、まあ、接待されてる様子もね、YouTube で僕は何度も拝見しておりますけど。ありがとうございます。やっぱり今後も、まあ、ニゼックさん、ね、今回ラジオにも出演いただきましたけども、はい、まあ、またこうたくさん福山にお招きいただいて。そうですね、僕は体験型ですからね、いつも。まあ選挙会乗ったりとか、そう今回ラジオに出演してみたりだとか、はい、でまあ、ね、夕食はもうモンドという。そう、夕食もモンドです。ありがとうございます。もうツアーコンダクターじゃないですか。そう、固めにツアーコンダクターで、夕食会場はモンド モンド。昼食はキネアです。そうで、ラジオ出ようみたいな。鉄板コースですね。ということで、ね、まあ、こういった形で今後もひょっとしたらね、また YouTuber の方が次にご出演いただけるかなと。来るね。ね、ということで楽しみだなというふうに思うわけなんですけども、はい、ニゼクさん、どうですか今後、まあ、YouTube、まあ、ぜひね、宣伝していただきたいなと思うんで、まあ、このラジオ機の皆さんに、はい、まあ、どういったところを見てくれとか、はい、ちょっと一言アピールいただいていいですか？まあ、路線別に主に作ってますのでね、うん、例えば関西であれば阪急とかですね、阪急電車だけとか、関東であればね、東武とか小田急だけとかいうふうな形で作ってますので、うん、まあ、地元のね、もちろん福山の近辺でもね作りましたから、まあ、皆さんご自身のね沿線の知られざる歴史の世界をね味わっていただければなと思いますんで、まあ、アニメを見て楽しみながら、ずっと見ていていただければなと思いますね。その辺よろしくお願いします。はい、ということでね、ラジオ機のビンゴエリアね、お住まいの鉄道好きの方、鉄道のアニメが好きな方ね、うん、まあ、僕を検索したのがニゼック路線図とかね、すぐにチャンネル出てきたんですけど、そういった検索方法でいいですかね？あ、それもね、なんか上位に出てきますんで、ありがたいことで。そうですね、はい、僕もそういった形で検索したので、ぜひカタカナでニゼックで漢字で路線図で、ちょっと YouTube で検索してね、はい、動画見ていただけたらなと思います。はい、ニゼックさんね、まだまだ番組残っていただきますので、後半もよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。それではここで、1曲お届けします。鉄道に関するね、曲2曲目お届けします。 TOKIO で Ambitious Japan。